こんにちは、春山春彦です。2025年度に向けてですね、来年です、春山春彦宅建士ウェブ教室のご案内です。3ヶ月のね、短期合格を目指しますということですね。まあ1ヶ月でもいいんですけどね。まあそういうとね、大手予備校さんからね、いやそんなはずはないと、まあ6ヶ月から10ヶ月だよとこう言うかもしれません。でも私ね、いろんな講座をこういう資格系統だけじゃなくてね、後で説明しますけれども、大学受験の講座もね、やっておりました。で、小試験、小書士ね、まあそういうところからね、結論です。要領よくやると、勉強の仕方があります。まあそれで3ヶ月合格ね、これは過去私は実績持っておりますので、はい。で、まあ苦手なね、勉強がこの苦手な人ね、それから中卒者、外国人、まあ外国人はね、特に中国の方とベトナムの人ですね、まあこういう方を対象に私も講義しておりました。もちろん日本人も、日本人の方が圧倒的に多いんですよ。それから75歳の女性ですね、これはまあ日本人の女性です、も合格しております。それから、早期割引ですね、今月の11月の30日ですね、までに、入校いただけたら、月謝制でね、毎月2000円、ですね、まあ入った月はね、もうその日から納めていただきますけども、翌月は月末までにですね、振り込んでいただければ結構です。でこれはね、まあ大手予備校さん大体ね、この私がやってる基本講座、それから答案練習ね、もうこれで合格なんですよね。その基本講座も、いや答案練習も過去の問題集ですね、過去の問題、まあ我々の業界で過去問過去問とこう言いますけどね、まあそれ、を含めて、の話ですからね。そうするともうそれで合格十分なんですよ。そうするとだいたい15万からね、他の予備校さんは15万から30万ぐらいします。そうするとまあ2000円ですからね、10ヶ月聞いたとして2万円でしょね、だからまあ15分の2、30分の2でね、まあ他校さんの受講料よりも済むということですね。じゃあそれだけね、質が低下しているのかというとそうではありません。私はもうこれをね、40年間やっておりますからね、そういうことはありません。ノウハウもね、ピシッとそこでね、捉えております、確立しております。それからホームページね、ここを見てください。これを一時停止してね、見てください。まあ下の方の YouTube ですからね、下の方にも説明書きのところに、ホームページを貼ってありますけどね、そこから入ってみてください。そしたらその勉強の仕方ね、ノウハウは私がどういうふうにして勉強したらね、3ヶ月足らずでね、合格できるのかということです。まあこれもうちょっと付け加えますとね、3ヶ月以下でもね、合格できるんですよ。まあ1ヶ月でね、合格する人もいるんです。それはまあ数は少ないんですけどね、まあ私はそれ以下でもね、合格しました。まあ私は法学部であるということも、プラスしておりますけどね。はい。で体験受講されたい方はね、過去10年間の、春山春彦宅建士ウェブ教室ですねを、YouTube 動画で、ご視聴ください。でこれもね、もう私は10年ね、過去10年とありますけど、もう12、3年前からやってるんですね。でまあそんな古いのね、見る必要もないです。まあ改正もありましたからね、直近のものをね、まあ主要なものを取り出しましたから、まあこのくらいね、見ていただければいいです。2024年の7月30日、2024年の3月8日、2023年の11月17日、2022年の12月19日ですね。まあ他いっぱいありますけど、まあこの程度でいいでしょう。で私のこの登録者数ね、は170名おります。まあね、大手さんのそれはもう、数からしたらはるかに少ないです。でも個人的にね、しかも、何も宣伝してないんですよ。大手さんは宣伝広告費にものすごくかけますからね、 YouTube にも散々出てきます、上位にね。だから、これはもう個人としてはね、多い方じゃないかなと思っております。でアクセス数もね、8万回を超えております。はい。で、
私のねプロフィールです。早稲田大学の法学部を出ております。講師歴は40年ですね。不動産実務歴20年です。はい。で、全国に先駆けて司法試験、司法書士試験ね、社労士、行政書士、まあ、社会保険労務士ですね、行政書士試験、それから宅建士試験ですね、それからまあ大検、大学受験、まあ大検はいいでしょうね。あのこれは高校を中退した方なんかね、まあ大学受験の資格を得るためのね、試験です、大検。それから大学受験専門校ですね、まあ、この大検、受験専門校を30年間ね、運営しました。1979年ですね。まあ、これ79年ですとね、もう全部ほとんどね、今大手の予備校さんよりも私の方は早いですよ。2009年ね、30年間やりました。まあだからここからこう見ても分かる通りね、大学受験もね、まあ幅をこう取って言いますとね、まあ東大の医学部ねから司法試験までね、みんな同じなんです、勉強する方は。それで社会、この宅建士試験ね、これも同じです、要領はね。はい。その難易度は差があります。もちろん内容にもね、それぞれあるんですけどね、勉強の仕方は同じです、これはね。はい。まあ合格した人の話を聞いてみてください。私が、このね、ホームページで説明している勉強方法をね、ほぼそれと似たようなものを取っていると思います。これね、なんで申しますかと言いますとね、私は高校時代にね、まあ数学がね、あんまりその得意じゃなかったというかね。で、ある時ね、書店をね、覗いてたんですね。そしたらね、その書店の片隅にね、指導書みたいなのがね、あったんですよ。もうそれ今あるかどうか分かりません、何十年も前ですから。でそこにね、私の頃は、まあ、幾何というのがありましてね、数学で、でその、まあ、教員の指導要領って言いますかね、それに従ったその、まあガイドブックみたいなのがあったんですよ。それをね、私は見たんですよ。そしたらね、これバカにね、分かりやすいんじゃないのというところからヒントを得てね、その今の勉強方法をね、考えたんです。そしたらね、もうその数学に関しては、そのクラスでビリケツに近かったんだけどね、100点満点取ってね、一気にね、一番になったんですね。まあそれを経験しましたのでね、あ、これだと。でその後ね、私もいろんな勉強ね、しました。もちろん早稲田に入る時もそういう勉強方法をしました。そしたらね、これやっぱり的中なんですね。まあそのノウハウを持ってね、で何の難しくもありません。もう読むだけですぐ分かります。はい。そういうノウハウが書いてありますのでね、ぜひこのホームページをね、見てください。このホームページね、勉強方法が書いてあります。一時停止にしてね、見てください。まあ、これは YouTube の下書きの方にもね、このホームページは掲載しておりますので、そこからでも飛んでください。はい。で、まあ、この30年間ね、運営してたということで、全国にね、先駆けていたということをね、1979年、某大手予備校よりもはるかにね、私の方が早いです。で、私のまあ全体像といいますかね、私は宅建士だけの、講座をやってるわけじゃなくて、まあいろんな活動をしております。で作家活動としてはね、長編随筆「平成貧乏物語」と、まあこれは自伝的なものですけどね、それから中編小説ね「鴨川嘆きの陣太」というのがあります。から他数編ね、小説家になろうというサイトに投稿しております。現在もあります。それでまた YouTube でね、朗読している部分もありますので、どうぞ見てください。それから、この歌詞活動ですね。歌詞活動というとおこがましくてね、なんだおい、いい年してなんだよとこう言われそうですがね、私は100年から120年前ですね、というのはまあ明治の中期、から、まあ、大正昭和の初期ですね、昭和戦後間もない頃まで、昭和まあ25年ぐらいまでですかね、というとまあほとんど
この私のね、同世代もこれねあんまり歌いません。まあ童謡はね今も残ってるんですよ、うん、残ってるから素晴らしいんです。でこの頃のその人たちはね、なんていうかな、作詞家っていうのはねやっぱり詩人だったんですよ。本物の芸術家だったんですね、で作曲家もね山田耕筰とか中山新平ね、うん、まあ本当にこれはもうその道のね専門家ですね。皆さん知ってるんですよ、有名な方が多いんですよ。で今でも歌われるとね。で私の世代の人ね、まあ童謡はまあ皆さん知ってますけどね、夏メロはほとんど私の世代の人も知りません。これはね、まあ、はっきり言って私の親の世代が歌ったんですね。そこはもう名曲ぞれ。じゃあね今の歌は名曲じゃないのかというとそうでもありませんよ。それは今は今でね時代を反映しているわけですから、それはそれでいいんです。でもねこの100年から120年前の童謡夏メロはね今でも歌われてるんですよ。ということはねもう将来に向けてねこれは文化遺産としてね残すべきだと私は考えたんですね。でまあ何と言っても私はこれはぴったりね私の心情に合うんですね、心に合うんです。まあでこれをね160動画流しております。まあ YouTube でね流しておりますので、見てください。晴山晴彦童謡夏メロというふうに聞けば出てきます。まあこのライブもねやったことありますよ。京都四条大橋にね出雲の奥にという人がいてね、歌舞伎の創始者ですよ。そのまあ始まりですね、その銅像があります。その前でもやったことがあります。それから阪急電鉄の茨城駅ですね、でもやりました。でまあこのね童謡夏メロ晴山晴彦童謡夏メロということで弾いていただければ動画がね160ぐらいはあるかな出てきます。それから政治経済社会評論ね、これは反 TMK 帝国主義提唱者とこうありますけどね、まあ反は除いて TMK 帝国主義でもいいです。これはGoogle でも何でもいいですからね見てください。今ここではね申し上げません。ここではもう宅建がねメインですので、まあ参考としてね、興味のある方はこれを引いてね見てください。はい、じゃあこれで終わります。